はい、皆さんこんにちは。毎度おなじみランチおじさんのお家でございます。本日は2月3日節分でございます。買ってきました。はい、セブンイレブンで恵方巻き、まあセブンイレブンにねあったのを買ってきました。結構余ってました。海の幸恵方巻き、7品目の幸福恵方巻き、エビとツナのサラダ恵方巻き、7品目の幸福恵方巻き、一緒じゃんこれ。あ、これでっかいサイズね。うわ、これはしっかり見てなかったな。やばいな。でっかいサイズは、奥さんのご飯に取っときます。はい、ということでこれ3つ恵方巻き食べます。さあ何からいこうかな。値段見てなかったな。値段いくらだろうこれ。書いてあるかな。書いてあるね。おお、結構高いねこれ。値段見ずに買った。こちら海の幸恵方巻きはね696円で、これは安い。サラダの恵方巻き、これはね388円。そして7品目の幸福恵方巻きミニ、これ345円。割と安いな。やっぱ海鮮だけちょっと高いって感じね。今日の晩にも恵方巻き1本食べたんですけど、まん丸、それはね掛川の寿司屋さんエドインクさんでね恵方巻き頼んだんですけど、家族全員分ね頼んだんですけど、で7本頼んでそれをね晩ご飯で食べたんですけど、756円か。それでねもうこれ全部ぐらいの大きさですからね。まあそう考えるとこれ高いね。海の幸恵方巻き、これで696円か。まあ断然ね、エドインクさんで頼んだ方がお得で美味しくて安かったですね。まあ急に予約したんで断られる寸前でしたね。ギリギリ作ってもらいましたけど、もう300本以上のね、今年は予約が入っててすごかったみたいです。今年はね、海鮮の恵方巻きとかね、ちょっと高級な恵方巻きが結構ね出たみたいですね。見せてもらいましたけど、鉄火巻きのね太巻きとか、マグロのトロのね恵方巻きなんかもね作られてましたけど、美味しそうだったんで、まあ来年はねそういうちょっと高級なね海鮮恵方巻きをね頼んでみようかなと思いましたけど、まあネタがいいとね2500円とか3000円ぐらいするみたいですけど、まあ年に1回なんでね全然いいなと思いますけど、まあ別に年に1回しかね食べちゃいけないものじゃないんで、まあ別に今度エドインクさんでね頼んでみますよ。高級恵方巻きを、太巻きなんでねいつでも頼めるんで、それを作って食べさせてもらう動画を今度撮ってみますね。そしたらどんなものかわかるんで、来年の節分にねエドインクさんのね恵方巻きを頼んでもいいかなと思いますんで、まあやってみます今度それを。ということで今日は食べます、セブンイレブンの恵方巻き、海の幸恵方巻き、こちらからね食べます。一番高いやつね、696円。いいねこれ、海苔がね別になってるとね海苔がパリパリなんでね。はい、こういう感じね。はい、こんな感じ、海の幸。それでは、あ、そうか、ちょっと南南東に向いてこの辺なんでね静かに食べないといけないんで黙食します。速攻で食べます。はい、完食。はい、第2弾サラダ恵方巻き食べました。あ、太巻きだからね結構ねがっつりくるね。はい、こんな感じ、サラダとね、あ、卵も入ってるね。はい、それでは2本目いただきます。うん、うまい。あ、喋っちゃった。恵方巻きはね、喋らず黙々と食べると、願い事をね込めながら、願いを込めながら喋らず黙々と食べる。気を取り直していきます。はい、完食。3つ目、7品目の幸福恵方巻き。さっき途中でね喋っちゃったんでね、ご利益ないですね。2つ目はこれはちゃんと黙食して食べました。これが一番普通なのかな。かんぴょうとか卵、きゅうり、
あとなんだこれは。よくわかんないけど、魚みたいなのが入ってます。そんな感じ。それではいただきます。はい、完食。ごちそうさまでした。ということで本日はセブンイレブンの恵方巻き3種類食べてみたんですが、今までのは茶番です。今から本題。はい、セブンイレブンの海苔買ってきました。さあ、セブンイレブンの海苔で何をするかと言いますと、はい、今からね、恵方巻き作ります。はい、巻き巣がないんでクッキングシートにね、はい、海苔を敷きます。あのね、巻き巣の代わりね、このクッキングシートは巻き巣がないんで、その代わりね、クッキングシートとかラップでもいいです。代わりの代用品です。で、海苔はこのツルツルの面とこのザラザラの面があるんで、ザラザラの面を上にします。こっちがね、あの中身。そしてじゃーん、牛丼買ってきました。熟成タレの牛めし、セブンイレブンの牛丼ね、買ってきました。これをね、牛丼の恵方巻き作ります。これね、分かれてるからね、使いやすいね。ご飯ちょっと温めようかな。ご飯を温めております。あのね、吉野家の牛丼で恵方巻き作ろうかなと思ってたんですよ。吉野家のね、牛丼の並盛りご飯はこの恵方巻きのね、海苔にちょうどいいぐらいの量なんだって。だからね、吉野家にしようと思ったんですけども、まあ今日はセブンイレブンにね、いろいろ売ってるんで、海苔も売ってるんで、海苔も買いたかったんでね、まあセブンイレブンにしようということで、セブンイレブンの恵方巻きシリーズにしました。はい、軽く温めてきました。そしたらこれ、しゃもじでご飯を半分、あ、これ1個いけちゃうかな。ご飯が多いと負けなくなっちゃうんだよね。まあでもいけそうだね。いっちゃうか。全部いっちゃいますか、ご飯。全部いっちゃいましたよ。さあ、ご飯を平らに。いつも出た。なるべくね、薄くね、伸ばさないとね、負けないんですよね。太巻きは割と難しいですよ。なんといってもね、僕はね、太巻き作ったことありません。だからね、今ね、見よう見まねってね、作ったとこ見たこともないけど、まあ、多分こんな感じでしょうというね、やり方でやっております。おそらくこんな感じだと思います。ちょっとだけここを開けるっていうね。牛肉はね、冷たいままでございます。これはどの辺だ？巻いていくからね、多分。お、結構これでかい。いや、牛肉多いな、逆に。牛肉が非常に多いでございます。これ結構ある。さあ、玉ねぎも入れます。それでは、巻いていきます。ぎゅうぎゅうに巻かないと。しっかり巻かないとね、結構しっかり巻けるね、これ。空気を抜いてね、こういう感じになったら、これだけね。よしよし。やばい。飛び出しちゃったね。ちょっと奥に突っ込むか。はい、できたよ。ほら、牛丼の太巻きできました。めちゃくちゃでかいね、やっぱり一本は。ということで、こちら。食べていきます。はい、半分食べたけど、これダメだね。もう汁も多いんで壊れちゃうね。お米もボロボロ落ちてきます。味は最高、食べやすさは最悪、量はねめちゃくちゃ多い。まあ食べにくいけど、ありかなしで言ったらかなりあり。はい、完食。やばい、お腹いっぱいになってきちゃったな。ということで、まだ終わりません。もういいんですけど、もう一つだけやります。お弁当ね、牛丼とね、じゃーん、海苔弁買ってきました。ということで、海苔弁の恵方巻き作りまーす。
唐揚げ弁当も買おうとして、レジカウンターのところで待てよと思って、これ食べきれないぞと思って急遽やめたんですよ。よかったやめて。まあこれでね、買ったものは全部なんですけど、これ全部でね、3300円ぐらいしましたからね。なかなかいい値段のお買い物でしたね。さあ、のり弁だけにのりついてるね。これさ、失敗か。まあとりあえずやってみますか。白身フライ外して、ちくわ外して、唐揚げ外して、クロッコ外す。海苔と明太子、ちょっとご飯だけ温めます。さあこれご飯多いな。海苔弁ちょっとご飯多いな。これはやばいかな。まあ、なんとかなるか。なんとかしますか。全部使います。まんべんなくね。ご飯を薄くまんべんなく広げます。私は何をやっているのでしょうか。そのまま食べればいいものを、なんでこんなことしてるんだろうって、ね、まあ、それはね、やりたいからやってるんです。こんな感じでいいかな。ちくわをまず1本まん丸乗せます。お、いいね。これ白身フライも乗せます。いや、これはやべえな。そしてこれやばいな、負けるかな。唐揚げ真ん中にしとくか。これ漬物もあります。漬物も真ん中に乗せるか。明太子付きの海苔も出血大サービス。よし、これで巻いていきます。これは絶対負けないと思うけどな。なんとかなるでしょうか。巻いていきます。いや、これは難しいな。巻くのいけるかな。あ、結構絞ればいけるね。これ絞ります。やべやべやべ、ついちゃった。いや、これきついな。これ無理だ。絞ればなんとかなるような気がする。いや、これちょっと無理か。絞って絞って絞っちゃってと結構きつめにいきますよ。絞ったらいける。いきます、いきます、いきますよ。よし、はい、できました。こんな感じ。形めちゃくちゃ悪いけど、これがね、のり弁太巻きでございます。いただきます。見た目うまそうじゃないね。のり弁をのりに包んだだけだから、もう味はね、のり弁そのままだと思います。いただきます。うん、具がでかすぎて破れた。あ、これはボリュームあるね。やっぱ具がすごいね、これ。あ、のり弁用のね、醤油がついてた。これかけてみようかな。まあ全然かけなくても美味しいんだけど、ちょっと試しに上からぶっかけてみます。どうかな。ちょっとぶっかけてみました。まあ、そんな変わんないね。まああってもなくても美味しいんだけど、白身魚とちくわがでかいからさ、ただボリュームがすごい。まあ、しかもね、もうお腹いっぱいの状態なんでね、すごいボリュームを感じます。これね、のり弁を食べてるっていう感覚よりも、恵方巻きを食べてるって気がする。すごくのり弁を食べてるって感じしないです。なんでだろう。なんか恵方巻き感の方が強いな。いや、でも美味しいな。さっきの牛丼も美味しかったしね。のり弁の恵方巻きも美味しいです。ラストガブガブ食べます。はい、完食。ごちそうさまでした。いや、今日はね、セブンイレブンの恵方巻き三昧ということでね、まあ、あのお店でね売ってる恵方巻きと、セブンイレブンのお弁当で恵方巻きを作ってみたっていう感じでね、やってみましたけど、まあ本当に全部美味しくね、いただきました。もうお腹いっぱいです。バイバイ。